はい。大和ピアラブです。安倍総理の事件で、山上が二発目を打つ前に、安倍総理の右襟が開いて、うずくまっているように見えます。これは一体、どういうことなのかと、 疑問を呈している方が多くいました。えー、確かにですね、えー、山上が打って音が鳴ってからではなくてね、えー、この山上が二発目を打つ前に安倍総理の襟が開いて安倍総理がうずくまっているように見えます。 えー、これはですね、その時差のせいだと。えー、その音は遅れて聞こえるから、えー、これはね、時差のせいだと言っている方も、えー、いるんですが、えー、それにしてもね、その安倍総理の襟が開くのが早いのではないかと。うん、その山上がね、撃つ前に安倍総理の襟が開いて、 安倍総理がうずくまっているのではないかと、えー、言っている方もいました。えー、こちらの映像については動画の、えー、概要欄の方にリンクを貼っておきますのでそちらの方もご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。